若鷹ジャンクションみんなで噛めば世界は平和にラブソタいや今日名言がいっぱい出たね。 若鷹ジャンクション若鷹ジャンクション、はい、肩こりけいさんです、はい、本放送お疲れ様でしたやっぱり噛みまくりましたねコリンライタ師匠さすがです NHK アナウンサーが何人も若鷹影という時とても慎重になっているのがよくわかります <laughs> う、ね、慎重になっても噛みそうなので聞いている私もハラハラドキドキ人を惑わす言葉ですねって <laughs> <laughs> どうして若隆景にしようと思ったのかなで <laughs>、ね、うんまあでもな何かしらの意味がきっとね花舞さん泣かせの <laughs> 本当だね名前ですねね付け大変だな <laughs> <laughs> そうだね,ねそしてですねもう一つ行きましょうえー、こちらはですね えー、前場フェチさんありがとうございます本放送お疲れ様でした、はい、本放送でおっしゃっていた江戸はなぜ「てやんで」って言うんだろうねっていうことなんですがそれについてですが「うん、何言ってやがるんで」「何言ってやんで」「てやんで」って感じで気の短い江戸っ子が言葉を省略したのが名残みたいですねということで浅見さんの「てやんで」の言い方が <laughs> <laughs> そんなに。 なんかかこもっっててたちょっとこうね江戸っっ子になろううと思てそね気持ち込めている気持ちがね提案で込められすぎちロンリー・ディップマンさんが「大都会にまつわるエピソード楽しく拝中いたしました」「さまざまなエピソード全国のコミュニティフ FM のつながりだからですよねありがとうございました」ということで今日本当にすごいたくさんメッセージ頂いていてもう全然ご紹介しきれなくて。ね もうね、結構ね後半にね皆さんワーッと送ってね来ていただいてもすごい嬉しかったんですけどなかなかね<う>ちょっとこう目もね全てこう通せなかったんでうんもう終わってからね あの、はい、じっくりと読ましていただきましたいや本当に全国いろんなね、うん、大都市があるからそうね,ね<ー>海外のネタもき,きたしねそうだね、はい、やっぱり学校の校則のやつあれはちょっとあれすごかったよね <laughs> 衝撃でしたね衝撃でございます。もうなかなか今じゃ多分都会とかで都心でなんて考えられない考えられないと思うですもんね。名前をバーンって出してるしかもなんでプライベートも学生服か体操服で出かけなきゃいけないの逆にそんなのやだよねやだやだ何なんだろうでも悪さはできないよね名前出てるからまあそうだけどさ悪さするような場所じゃないでしょきっとそんなに なんでなんだろう私服いらないっていうことなのかなそうかな無駄なお金使うなよっていうことなのかな <laughs> これでいいんだよって <laughs> 選択大変そうだよねそうだね,ね確かに そしてちゃんまろさんからもいただいてます、はい、大都会というか東京やっぱりいいですよね、うん、東京の面白さって駅ごとに街の特徴があることだと思うんですうん、うん、例えば浅草上野渋谷秋葉原それぞれ全然雰囲気が違うし確かにね、うん、歩いてる人も全然違うと思うんですよね、うん そんなこんなで8月の終わりに推しバの初武道館公演が当たったので、うん、友達と弾丸東京ツアーに行く予定です、うん、ゆっくり観光する時間もないのでせめてお酒だけは浴びるように飲みたいよねって話になりました <laughs> <laughs> 日本橋に泊まろうかなと思ってるのですがライブ T シャツ着用のドレスコードでも浮かないおすすめの飲み屋街ってありますかコロナ落ち着いいいてるといいな日本橋に <laughs> 日,本橋いや日本橋近くでそんなドレスコードでも浮かない飲み屋街はありますか<ー>ってことだ <laughs> ね。ライブ T シャツがどれほどのものかにもよるけど <laughs> まあそうだね <laughs> 割とだからカジュアルでっていう,そう、ね、ところだよねでもぜ、うん、どこでも大丈夫そうな気がするけどうそう武道館の周りって意外とないんだよね。ないねね飲み屋のは確かに まあだから日本橋ってなるとちょっと外して人形町とかそうだねうんそうねそこら辺が茅場町はちょっとないかあそこもビジネス街だもんね、うん、確かにねそうね人形町あたりがいいかもしれない、うん、門前仲町もいいですけどね真ん中最高だよ、うん、<laughs> 私は本当に好きだあのちょっと1本入るとそれこそ飲み屋街なんですよあ そうかそうそう,そうかだから全然 T シャツ OK ね大丈夫だと思う、うん、私ね大好きだったんで、まあ、住んでたね場所でもあったけどうん、うん、ちょっとこうやっぱ門前仲町っていうだけあってこう下町感があるろなんでおすすめですけどねまちょっと日本橋からはまあ電車で23、ね、駅ぐらいかなそうね、うん 浴びるように飲んで歩いて帰れるかって言われたらちょっと難しいかあ日本橋はちょっと <laughs> だからまあタクシーかあそうねうん、まあでも電車に乗っちゃえば東西線ですぐですけどね月島とかいいけど月島行きづらいからやめた方がいいそう,そうだね、はい、<laughs> しかももんじゃちょっと難しいか東京の人が一緒にいればあれだけどそうねやめた方がいい。<laughs> <laughs> まあでも銀座とかじゃなければ全然カジュアルめでも全然行けるとこ多いよね、うん、そうね、うん、まあ銀座も場所を選べば <laughs> そうね <laughs> <に> <laughs> 意外とカフェとかもあるから、ね、なかなかね難しいもんねそして、はい、さんもい,ただいております、うん、私の就職は東京から地方都市同じ関東地方だし1 0 0キロちょっとの距離でそんなに違わないさと思ったのが大間違い、うん、その生活感覚ギャップは 華厳の滝以上 <laughs> どれぐらいなのかがよくわかんないけど <laughs> <laughs> 何せ会社にピンクのボタンダウンシャツを着ていったら、うん。 男のくせにピンクかって言われましたもの<ー>その驚きここは戦前かって思いました、うん、40年経った今は高速道路の開通など都心への交通アクセスが改善されさすがにそんなギャップも感じなくなりごちゃごちゃした都心部より自宅から海が見えバイクで走ると気持ちのいい新緑の峠道まで10分で行ける日立が住みやすいと思っていますただ観劇とかライブとかエンターテインメントに関しては大都市には かないませんですからお二人日立でトークショーしませんか都心からは思ったよりは近いです。ニーズがあればね,ね<え>やりたい,ねたいですけれどもね。ーゴールデンウィーク予定通り10連休、うん、制限はないとはいえまだまだ用心しなければいけないご時世休み中もあまり大きく動くのは自粛して今日はこれからバイクで首都高経由で実家に、うん、近場の日帰りツーリングを2回くらいあとは家の片付けをしようかなと思っています。 そそうそうジャンは横浜付近発祥の神奈川県地方の方言のはずですよということでじゃあねなんかいろんな地方のねうん、うん、ジャンの言い換えみたいなのもいう、ね、そうあ、ね、上げてくださってて面白いななんて思って見てましたけどど、うんはい さあそんなメッセージと、えー、こちらはですね白の GTT さんありがとうございます。ありがとうございます。私はいつもラブサタアップのメッセージをフェイスブックで確認することが多いのですが、うんはい、先週のラブサタ550回のアップがフェイスブックで。 チャミスルチュセヨとなっていることに大変受けまして、うん、これ <laughs> ラブサタチュセヨですよ、はい、<laughs> もう一回返還されてますけどね、えー、みっちゃんは前に飲まれたと聞きましたが、うん、お酒の苦手なあさみさんにも飲んでいただけたらいいなと思っております、うん、別にチャミスルの社員ではありませんが <laughs> 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 ちなみに私はこのところグレープフルーツ味とスモモ味に大変ハマっております、うん、今日も仕事から帰宅したらチャミスル飲めますそれではコンベーということで

それのね、ちょっとあの写真をチャミスルつせよじゃなくて恋するチャミスルっていうドラマのあ youtube のその画像にちょっと似せて作ったって感じですはい、youtube も面白いので面白いですよね恋するチャミスル皆さん見せちょっとね youtube で探してみてくださいたら面白いですもう韓国ドラマのあるあるがもう満載 全部そのなんていういいところを、そう、すべてギュッとしたダイジェストでね、そうそうそう見れるっていうね、もう本当あのオムニス、えオムニストロンじゃなんだっけ、オモニブロックだ、オモニブロックだ、そう、アボジストロン、アモジシールドとかもうねネーミングがめちゃくちゃ面白いんですよ、そうそう、一個一個あるあるみたいな、その一個一個のそのシーンに。 全部キャッチコピーがついててね。すごい面白いんです。めっち,ちゃ面白いもう一度でも韓国ドラマ見たことがある方はあわかるっていうなんか <laughs> あのが。のジュワスキンの記憶喪失とかね。記憶フェニックスとかね。<laughs> あでも言っちゃってるこれ。すまんないじゃん。もう知っちゃったらね。<laughs> 大丈夫大丈夫面白い、はあ、全然面白いのでね。そうそれそれ私ねあのー、マスカット味かな、うん、すごいなんか飲みやすかった覚えがあるな。うーん。 うん、マスカット味ねトなんか柚子とか美味しそうだっけど子はある柚子はあるかもしれない今すごい種類出てるんだよね柚子とか美味しそうなのであさみさんもそっち系だったら多分飲めると思います昨日ねちょっとトライしたよあほんとオールフリー <laughs> <laughs> あのビールね <laughs> しかもオールフリーってあれだよね、うん、あのノンアルコ、ね、そうノンアルです <laughs> あの炭酸がなくて、うん、もういつもご飯を食べる時はガス入りの水を飲んでるんですけど、うん、<laughs> 切らしてて、うん、ないなって言ってもうしょうがないからちょっとオールフリー <laughs> 飲んでみようかなって言って飲んだのそうちょっと飲んでみました <laughs> そしたらすごいこうローズヒップってなんていうのバラの香りがするんですよ<え>それそうなんだそう。 抽出な,、えー、なんとかのエキス配合って書いてあって <laughs> とかのエキスすごい、ね、鼻から抜けるのがビールだけじゃなくてちょっと鼻の香りがする、えー、バラの香りがするすごいこんなおしゃれなビールあるのっていう感じでした <laughs> そうやってどんどん目覚めていっちゃうかもしれないよ。ねえビール飲めるようになるといいけどね <laughs> どうかな そして、はいえー、快速アさみさんが先週の「ラブサタ550回」で「うん、ラブサタ音声撮り」の時は一発撮りでノー編集と言っていましたが、はい、一発撮りだから名言が多発したのではと思っている快さみ。ね、音声バージョンの時は一発撮りではい、はい、YouTube バージョンになってからは20分超えの収録を多数してきましたので動画配信になってからでも編集せずそのまま流してもいいのではないでしょうか。うん、ママののご飯は給食の次に美味しいしよと発言された 一枚師匠に座布団一枚、家族遊びでしたね <laughs> <laughs> ブログでね、はい。やりました本当ですよ <laughs> もうすごい給食美味しいんだね <laughs> もうね、感動して帰ってきたの本当にママって給食か、すっごい美味しかったもうね、100%って言ってた <laughs> 給食100%って言ってた <laughs> 100点とかじゃない100な給食ら <laughs> まあでもママはね「99%」<laughs> って言われてそうか給食の方が美味しいんだって100%ね。給食は100でさ牛乳もあるけど、うん、牛乳そういえばどうだったって言ったら牛乳は一口だけでよくて<っ>もう無理に飲まなくていいよっていう感じなんだって。 そうなんだそうただ、まあ、一口は飲んでっていう,う,っていうことでね,ねそう学校では給食も無理獅しないで、うん、もうどうしても食べれなかったら残していいよっていうスタンスらしくてそうなんだ昔の私たちの小学校なんてさ食べ終わった人から遊びに行くだったじゃんそうだからすっごい早さでさ<う>食べ終わるかけ方よね。そう 遊びたいがためにさ、うん、もう男子なんてもうすごい早かったじゃんすごかった。サッカーとかしたいとかでさ、うん、今の小学校めちゃくちゃ優しいのねだって残されてた子とかいたもんね食べきれなくていたいたはい <laughs> <laughs> 手あげてみたい進んで手を挙げたけど <laughs> もう私教育実習の時ですらもう小学校そのクラスの誰よりも遅かったから、ね <laughs> 先生のはずなのに。まあさみさんもともと食べるのがねちょどうしてこんな遅いんだろう。カレーだったらよかったのにね。カレーは早いよ。瞬速。飲み物だよねそうだね。私にとってはね飲み物です。それぐらい早い。はい。びっくりしちゃう。もうねあんまり口数もね多くなくなっちゃうねカレーだと黙々と食べてる。そそうそう。 ねえ、<laughs> いや<ー>、給食事情もね、いろいろあると思いますけど、やっぱりだいぶ変わるんだね。うん、そりゃそうか。時代,ね、時代とともに変わるんね,ね。本当に美味しいんだって。まあアレルギーがある子とかもいるからね、うん、牛乳とかもね。そうだよね。だから言ったじゃんね、うん、言ったじゃんって誰にも言ってないけどさ。<laughs> <laughs> 牛乳じゃなくていいんじゃないのっていう。ね、確かに。もう麦茶でいいよね。そうだよ。うん。でもそうそまカルシウムとかね。そうね。摂取できるっていうのもあるけど。大事ではあるけれど。それで取らなくてもいいじゃないっていうね。ね。そうか、はなちゃんね、苦手なんだもんね、白いものがね。そう、だから、私がそれはね、ちょっと教育上よくなかったなと思ったのが。なんか白いもの苦手だよねって言っちゃったの。よそれで自分にインプットしちゃったの。 そっかあ私白いものが苦手なんだなこれもじゃあダメだってなっちゃったねそうそうそうでも最近ねそれに言うようになっちゃったなんか出しても <laughs> 白いもの苦手だからとか言って、えー、絶対そんなことないお餅好きじゃんお餅は別 <laughs> <laughs> さすが上司と思った <laughs> 別腹別腹なの